医学・生命科学研究に不可欠な培養細胞はさまざまな組織由来のリソースの整備 iPS 細胞の普及などもありますます身近なツールとなりましたそれに伴い研究の再現性を脅かすクロスコンタミが今問題になっていますクロスコンタミとは簡単に言うと細胞の取り違えのことで例えば大気洗顔由来とされる HSG 細胞は実はヒーラー細胞だったなどの事例がよく知られます論文投稿後に発覚し数年にわたる研究が水の泡に となななりかねいい大きな危険をはらんでいますクロスコンタミは培地の共同利用や保存時のラベル間違いなどが主な原因とされ近年の調査では6%を超える細胞株が5人細胞だったとするデータもあります長年ラボで形態されている細胞はもちろん分与された細胞であっても STR 分析を行うなどして赤の他人でないことを確認するまた適切な培養記録をつけるなどの対応が国際的に推奨されています ご心配の方は、単行本あなたの細胞培養大丈夫ですかいや、無料でお読みいただける実験薬のウェブ記事に詳しい情報がありますので、ぜひご一読ください。